はい、ヒデです。今回はタイに来たら絶対行くべき観光地、メークローン駅へ行ってきました。場所はバンコクから車で1時間から1時間20分ぐらいの距離にあります。メークローン駅、非常にバンコクに近いと思われている方も多いと思うんですけど、実際はね、この地図見てもらうと分かる通り結構遠いんですよね。で、タイの観光紹介なんかで、必ず出てくるこのメークローン駅なんですけど、線路の上に市場がある、そんなイメージで考えていただければいいかなと思います。画像を見てもらうと分かる通り、線路の真上にね、おばちゃんたちがね、市場を開いてて、ここで結構物を売ってました。僕も初めて今回行ったんですけど、お土産物が多いのかなと思ったら、実際にはですね、魚売ってたり、お惣菜みたいなもの売ってたりっていう感じで、本当に日常の市場ってそんな感じがしました。で、このメークローンの線路の横にも実はメークローン市場っていうのがあって、そこに続いてるんですけど、そこも同じようにね、お肉とかお魚とか野菜とか、それから服なんかもね売ってて、本当に日常の市場の延長線上にあるんだなっていうのを感じました。本当でしたら、ここでね、電車が来てこう市場をパタパタパタってこう片付ける絵が欲しいところだったんですけど、ちょうど着いた時間が悪くて、到着してこのね、線路の上を歩いてる直前に、電車が出てしまって、2時間後にならないと電車来ないということで、ちょっとそこまで、待つことができなかったんで、今回は、線路の上にねある市場を見てもらおうかなと思って、動画を撮影をしてきました。本当にね、市場にはね、いろんなお魚とかね、エビとかね、イカとかねあって、本当に海鮮市場かなと思うぐらいです。で、さっき地図で見てもらった通り、場所はかなり海から近いところですので、このサムットソンクラン県っていうところはすごく、海鮮が有名な場所でもあります。で、ちょっと歩いて喉が渇いたんで、飲み物飲もうっていうことで、一緒に行った人とね、何飲もうかなんて言ってて、ちょうどマンゴースムージーが40バーツだったんで、飲もうって言ってね、お店で頼んできたところです。タイはフルーツ何でも美味しいんですけど、特にマンゴーはね、安くて甘くて美味しいって感じでした。40バーツっていうと、今日本円で160円ぐらいになります。この大きさのスムージーね、160円、それも生のマンゴーを使って作ってるスムージーですから、かなり安いんじゃないかなと思います。多分バンコクで同じ量のスムージーを頼むと多分80バーツから100バーツぐらいするので、やっぱり地方ならではの金額じゃないかなと思います。お姉さんがね、作ってくれてるのを見ながら待って、約1分から2分ぐらいで、スムージーが出来上がってきました。
スムージーできてきましたね。2個で80バーツ、日本円で約320円です。1個あたり160円ぐらいのお値段になります。かなり安いんじゃないかなと思います。で、線路の横からメークローン市場の方へ入ってきました。到着したのが9時半を過ぎてたので、もうすでにね、市場で店じまいしているお店もありました。でちょっと左の方をですね、お肉屋さんとかね、素材を売ってるところとかフルーツ売ってるところとか野菜売ってるところがあったんですけど、まあ、別に買うわけではないので、まあ、見ないでね、さっさとこう抜けていこうということで、お店の間をね、抜けて行っています。まあ、ちょっとにぎわってるところに出てきたんですけど、まあ日本じゃね見ないようなお魚を売ってました。あ、手前にあるのはねちょうど多分マナガツオみたいなやつだと思います。それからロックフィッシュみたいなものとかね、それからエビの乾燥したやつとか。私香川県出身なんですけど、小エビのね、乾燥させたやつとかあって、あ、香川と同じだなとかと思って、見てました。値段はね正直かなり安いです。この辺だいたいタイは1キロ何バーツっていう表示をしているので、実際例えば1キロ300バーツって言っても200グラムぐらいね買うと、まあ、60バーツぐらいで、売ってますから、まあ、かなり安いんじゃないかなと思います。1バーツ今4円ぐらいです。昔はね3円ぐらいだったんですけど、かなり値上がりしたんでちょっと今ね高く感じるんじゃないかなと思います。それからねこうやってこう市場の真ん中をねバイクで走ってる人たちもいるんですね。これあの市場の中にこういろんな製品をね届けるお兄ちゃんたちでした。エビなんかもね売ってて、かなり新鮮で、本当に近くにね住んでたら、まあこういうところで買って帰って料理すればいいんじゃないかなと思います。あ、それからねカブトガニもタイではね実は売ってるんですよ。日本だとね天然記念物で、まあ捕獲しちゃいけないんですけど、ここは普通にカブトガニも食べられます。ただまあカブトガニには毒があるので、お腹当たってね、お腹壊したりもするので、タイに来た時に食べる時はぜひ注意をしてください。で、まあ、市場を抜けて、まあ、もう一回ねメークローンの駅の方へやってきました。まあ、初めて来たんですけど、まあ一般のお客さんというかね普通にこう市場で買い物してる人たちも結構いたんで、かなり面白いなというふうに感じました。
で、まあ田舎の駅なんでそんなに電車の本数もあるわけじゃないので、まあこういう市場がね成り立ってんじゃないかなと思います。で、まあ欧米人多いのかなと思ったんですけど、実はもうほとんどがね、タイの、まあ、地元の人たちの、まあ、観光地みたいな感じでした。でよくテレビなんかでね、撮影してる時は欧米系の人が結構映るんですけど、まあ、コロナの後なのかな、あんまりこの辺欧米系の人いませんでしたね。どっちかっていうと本当にタイ人の地元の人とかバンコクから買い物に来てる人なんかも多い感じがしました。で面白いのはね、こう海鮮売ってる横で服売ってたり肉売ってたり野菜売ってたりフルーツ売ってたりするんで、なかなかこう日本じゃ見ないようなね、市場じゃないかなと思います。で今あのメークロン駅の構内の方へ入ってきました。駅の構内に入るのは無料ですので、まあ、ぜひメークロン駅来た時にね、駅の方も見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。